はいこんにちは。というわけで今日は写真業界に限らずあらゆる世界において変わりつつあるアナログ表現からデジタル表現への、まあ、時代の流れの中で双方がうまく共存していくためにはっていうような、まあ、ちょっと簡単なようで難しいお話をします。もこれ言いい出したらキリがないよ っていう思う方は見ないでくださいこの動画見ない方がいいデジタル化になって便利になってきた分その分改正しなければならないことっていうのはたくさん出てくると思うんですね結論から言うとえどこからが加工なのかどこからが加工じゃないのかここがちょっとうやむやになって共存するのが難しくなってきている場面もあるんじゃないかなと思います もちろんその自分の世界っていうのは第三者からは尊重されてもいいと思うしそれは自由だと思うんです表現の自由でいいと思うんですただ一つ思ったのがディティール加工という加工をして明らかにですねこれ人間が作れるものじゃないんですよねディティール加工ってあらかじめコンピューターの中にソフトの中に組み込まれたプログラムをこれを写真に施す高度なレタッチ。 リアルな表現を一瞬で行ってしまうこういう表現ができるんです加工だとまあ、加工の素晴らしさディティール加工っていうのを無理やり自分の手で一から作るとなるとあの明瞭度とかシャドウとかあと白レベルいろんなものを触っていくんですよ相当時間かかるんですよこれをあらかじめ、えー、プログラミングされた加工ソフトで時間短縮で リアルにできるわけそういう表現なんですよディティールって SNS ってまあほとんどこれが主流になってきてるわけじゃないですかこのディティール加工をせずに本来の自然の技術う自然界のこの撮影技術を使った表現撮影技術を使った表現っていうのが完全に埋もれてしまってますはい、ディティール加工に埋もれてしまってますプチ整形とかうんプリクラとか そういういいとと一緒だだ思ってください、うん、ないものをあるものとして写真を作るあるものを邪魔なものを大きく削除して写真を作る自分の理想の自分のイメージを作り上げるこういった世界とある程度ソフトに組み込まれたプログラムを使って、まあ、新しい表現をしていくこれが最近の新しい表現の仕方だと思うんですよ。まあ、それが写真かどうかっていうのは別とします。 第三者がそれがいいそれが心に伝わったそれが素敵だ、えー、そう思うのならそれがそれでいいんですよそれが一つの作品として重んじられる認められるからそれが表現の世界だと思うんですうーんただそれを「写真」って言ってしまうのはちょっとどうかなって思うんですよね。そのね見る人第三者に向けて これは写真ですと言い切ってしまうのはまあどうかと思うんですね特にあの芸術っていうワードが入ってくるとかなり深刻な問題になってくると思います今の社会デジでいろんな場面でデジタル化してますけど改正が間に合ってないいろんな業界においてで写真業界の話してますけどもこれ誰が決めるの 写真業界のトップでしょう。何してんのって話ですよどんどんデジタル化してますよもうみんな自由に表現しちゃってますよ、まあ、本格的にデジタル化し始めたのがおそらく7,8年前のダイナミックレンジハイダイナミックレンジっていう言葉が流行りだしてそのぐらいの頃からだと思うんですよ そこからものすごい勢いで進化して当たり前にみんなディティール加工やってます私も最近やりましたゴリゴリにディティール加工いろんな写真で試してみて思ったことですよやっぱうん、ちょっと罪悪感を感じる部分はありますよね簡単なレタッチソフトフォトショップを使わないようなナチュラルな写真はナチュラル写真でやっぱりその線引きっていうのは必要なんじゃないかなと改めて思いました 撮影技術だけを使う写真と加工技術を使う写真って全く別の表現なんですよねやっぱり枠っていうのは必要なんじゃないかなってキリがないけども誰かが変えていかないとじゃないと本気でね写真やってる人がかわいそうだし申し訳ない証明写真とプリクラ写真がごちゃごちゃになってる状態もうちょっときっちりね分かればいいなってあこれいい写真ですね写真を見て第三者がじゃあここに行こう 私もここにいて撮影ポイント同じ撮影ポイントで写真を撮りたいって行って行くとするじゃないですか行ってみてあるものがなかったらどうしますないものがあったらどうなんですかすごく残念な気持ちになりますよ真実をダイレクトに伝えていく表現なのか自分のイメージ通りの自分の理想自分の世界を 作って加工して伝えていく表現なのかっていうのはあまりにも違いすぎる